おはようございます。特別定額給付金の話題がね、しばらく切れまして、また4月から改めて開始しようかと思ってますけども、国会の方を拝見していたりとかですね、さまざまなコラム、専門家の見解などを分析してみると、これはですね、いわゆる第4波来ますね。第4波が来るのと同時に、緊急事態宣言を取り下げて、なんかまん延防止マンボウに切り替えてごまかしてますけども、状況は悪くなる一方だと思います、で、国民の協力はもう得られないんじゃないかなと思いますよね。ちょっとね、やりすぎですね、菅政権といいますか、安倍政権の、なんて言いますかね、リリーフをしているようなもんなんで、直接菅さんにどうこうということはないと思いますけども、私が考えるところ、菅さんは今度ね、総選挙で総裁に選ばれて、もう一回総理をやったときに、正式に自分のやりたいことをやっていくんじゃないかなと思います。で、現在総務省の問題でね、いろいろと揺れてますけども、これは私ね、菅総理の人気を落とすために閣僚みんなで足を引っ張ってるだけだと思いますね。だから菅さんは今孤軍奮闘してるところじゃないですかね。結局菅総理の言われるように、規制改革とかね、前例主義打破とか、省内の制度改革とか、要するに、もっともっと国民に役に立てるような政府にすることっていうのは、既得権益者にとってはものすごくね、望ましいことじゃないんですよね。で、総理っていうのは全ての決定権って言いますかね、すごく影響力持ってますんで、右のもの左ってやればそのようになるっていうふうに私たち思いがちですけども、結局大臣がね、金融庁の大臣にしてもそう、麻生財務大臣にしてもそうなんですけども、結局そこの何ていうか、組織、官僚組織の上にトンと代表で乗っかってるだけなんで、大臣が言ったことをみんなが言うと聞いてくれない可能性もあるわけですよ。で、そうなると省内庁内の官僚の言うことを聞かなければならない。要するにね、官僚主義ではなくって、やっぱりこう政府で与党でやっていくんだっていう菅さんの考えですけども、それが、ね、何を意味するかっていうと、今までずっとですね、官僚が政治家を動かしてきたっていう、この歪んだ構図があるわけですよ。麻生財務大臣のことを言えばね、もっと分かるんですけども、麻生財務大臣は財政出動派なんですよ、基本的にはね。でも財務省の大臣になってしまった結果、緊縮財政をせざるを得ないと。要するに財務省の人間の言うことを聞かないと大臣の職位が全うできない、大臣としての成績が問われるわけなんですよね。そういった弱いところを突かれて、今積極財政派であるのに緊縮財政を、なんかわけのわかんないね、言い訳をしなければならないっていうところが出ていますね。さあ、それで特別定額金の話になりますけども、暗いですね、これはね。改めて組まれた新年度予算106兆円の中にも、国民生活支援なんていうのは微大一文入ってないですね。ただ希望がないかって言われるとそうでもありません。ハードルが高いと感じる人が多いと思いますけども、事業者に対しては結構なね、保証があるんですよ。ですんで、極端な話ですけども、生活費に困窮している方が何らかのね、事業を始めるという形で、個人事業主の登録をするとか法人登記をして、そこに、政府の方からね、補助金なりね、何なりの助成金なりを引っ張ってきて自分の生活に生かすという方法はあるのかなと思いますね。ちょっと高度な話になってくるかと思いますけれども、実はそんなに難しくありません。多くの方が難しくってできそうにないなとか、それ自分には関係ないよなって思ってるのがミソなんですよ。で、実際昨年は、100兆円近い財政出動を行ってるんですよね。要するに予算が100兆円で年間やってますから、一般会計がそれと同額 200% 予算が出されてるんで、基本的にはね、全ての人にあまねく現金が手に渡るっていう構図にはなってるんですよ。で、それが菅政権が強く推している、安倍政権が強く推している理由の一つでもあると思います。きちんとお金は出してるんだっていうふうな立て付けなんですよね。でも一般国民個人としては、全然お金来てないじゃんという感覚になりますよね。どういう図式かっていうと、事業者にお金を出すことによって、その事業者の元で働いている方、もしくは家族にもお金が行き渡るでしょっていう、なんて言いますかね、新しい形のトリクルダウンを言ってるんだと思いますけども、でもそこにですね、労働者として関わってるけども、事業者のところで資金が止まっちゃってるよっていうところは、全然労働者としてお金もらえてないわけですよ。だから労働者から不満が出ているってことにもなりますし、
事業者との関係をもうちょっとね構築しないといけないってところもあったり、でも事業者は事業者で従業員にお金を分配するのはリスクがあると思ってるんですよ。なぜならこれ感染拡大いつ収まるのっていう不安があるからなんですよね。でそういうことを考えると、今度は労働に関わってない方はどう転んでも何にももらえないってことになるんで、ここが苦しいんですよ。でも苦しすぎて住民税非課税世帯っていうのは何がしかの補助がね2度にわたって出てたりするわけなんで、まあ、なんて言いますかね、本当にこう手の届かないところっていうのはね結構な数いらっしゃるんですよね。まあ、そういったふうに見えます。まあ、私もねこの事業をやっていて法人をいくつか経営している中で、法人に対する手当はあるなと思ってるところなんですよ。それこそね、あの特に事業に困ってなかった事業者さんっていうのは今回のこの1年の制度を受けることによって逆に自己太りするっていうことも起きてるんですよね。でこれがいわゆる、まあ、あの金余りの現実だと思います。でそういった事業者さんは余ったお金を、まあ、事業で使うわけじゃないから貯金するなりね、それから今だったら投資の方に金融機関の方にと金融機関じゃない金融市場の方にどんどん流すわけですよ。そうすると同じようなことを考えている余剰資金を持った事業者さんが多いわけですから、金融市場にはお金があふれかえって実体経済とはかけ離れたね株価の上昇とか起きていて、多くの方がまたねお金持ちになっていくって図式ができてるんだと思うんですよ。ちょっと難しいことをいろいろと並べましたけども、私から見えてる景色としては確かに言うことはやってるなと思います。菅政権ね、言うことはやっているんだけども、それじゃ届かない人がいるんだよってことを野党が追及してるわけですよね。失礼しました。まあ、だからこそ野党には私たちの国民の声を直に届けるということで、私は面談を繰り返して野党の方、時には与党の方にも提言をしてきたわけですね。これは皆さんからいただいたコメントをあまねくお伝えしてきたわけなんですよ。ただですね、やっぱりね、私思うのは不満を持っている方とか困っている方が直接国会議員さんに訴える以上の力はもう本当にね、それ以上の力はないです。私が間に入ることによって久保さんはどうせ困ってないでしょってことになるわけですよ。まあそれを言われたわけではないですけどね、だから説得力にいまいち欠けるんですよ。まあ、ですんで当事者の方が当事者の言葉で困窮状態を伝えるのがベストだと思いますので、まあそこをねこれからどう考えていくかですよね。確かに官邸にメールも私はお勧めしましたし、国会議員の方にね電話をするっていうのもお勧めしました。ただやっぱりねまだできてないところが、直接会って提言するとかね、それこそ同じような環境の方の署名を集めて持っていくっていう、この直接的実際的な活動はまだね極端に少ないと思います。やっぱりねメールでダメなら足を向けるぐらいのことをしないと本気度は伝わらないと思います。まあ、ですので4月からねもう始まりました新しい新年度予算の執行、そしてもしかしたら補正予算っていうのもあるかもしれません。補正予算は4月から6月の間におそらく計画されて実行されると思いますけども、その補正予算の中にどんな予算が組まれるかってことは、どの分野の当事者がそこに語りかけていくかによりますんで、お金に困ってない人が補正予算を要求するとしたら、もっとお金に困らない状況を要求するわけなんですよ。ですので生活困窮されてる、あ自分は生活苦しいな、仕事はないな、収入もないなと、それからこれからもね来月再来月その次収入いつまで見込めないんだ、いつまで自分たち の家計は苦しいんだと思ってる方は、私は本当にね、国会議員の事務所に足を向けていただいても損はないと思うし、私が今まで感じたところによると、自宅に来てくれますよ、ね、面談日を設けますんで、何々の何月何日の午前中いいですかっていうふうに私の方は電話が来ます。で私の自宅に来ていただいたこともありますし、近くのね、まあうちの近くにはファミレスがないんですけどもマックぐらいしかないですけどね、マックでやったりとかスーパーのフードコートで待ち合わせしてお話をしたりっていう機会を設けますんで、どのくらい伝えたい思いがあるのかってことをね、まずは行動に移してみると、それがかなり大きな力を生むと思うんですけどね。だから今回はね、お金が出るよ出ないよって話ではなくて、じゃあ本当に欲しい人がどこまで行動してるんだってことに、私はちょっとねもう一回一から考えて一からやってみてはいかがかなと思います。もちろん私もやります。ただ私の行動にはすでにもう限界が来ています。どんな限界かっていうと、結局はね久保さんが困ってるわけじゃないでしょうなんですよ。なんで困った人出てこないですかってことになってるんじゃないかなと思うんですよ。それ言われたら私も辛いですね。というところでございます。ぜひね当事者の声を形にする時期だと思いますので、もうメールとか電話で済ませるんではなくて、
直接足を向けてみる、もしくは来ていただく、このフェーズに入ったんじゃないかと思います。今のままでは動かないですよ。このままではこのままですよ。だから今までやらなかったことをちょっとやっていくっていうことをね、やっていただければと思いますけども、いかがでしょうか。本日は以上です。